かい。それではながら話を詰めていっているわけでありまして、今7番作業をもちまして我々のパズルのピースというのは一つずつが大きな絵を、評議員の方も今日辞表を出して新たな体制でスタートできるということを今日はっきりしたわけで、そういった意味ではちょっとほっとしています。だから次回の新しい理事その他が決まって、本当にスタートが順調にいくなという感じで、この皆さんの多くの皆さんのサポートのおかげだというふうに心から思っています。